フェリックス・ド・ナッソーは、ルクセンブルク大公使、ナッサウ公使の称号も持つ。ルクセンブルク大公位継承順位、第2位。1984年、アンリ・大公コウ・とその日、マリア・テレサの次男として生まれる。先令式の大父母は、父方おじのジャン大公使と、母方おばのカタリーナ・メストレが務め、曽祖,祖父のフェリックス・ド・ブルボン・パルムにちなんで名付けられた。 兄に、対抗聖子のギオームが、定前に、ルイ大公子、アレクサンドラ大公女、セバスティアン大公子がいる。インターナショナルスクール・オブ・ラクセンバーグ、スイスの寄宿学校ボーソレイユ校などで学んだ。ボーソレイユ校を卒業した2003年、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校に入校したものの、膝の怪我のために訓練半ばで対抗した。現在は、 スイスのスポーツマネジメント企業グランシュレムマネジメントに広報部スタッフとして勤めている。2009年10月、ルクセンブルク宮廷は、フェリックス大講師がローマにある教皇庁立、進学大学の一つ、教皇庁、レジーナ・アポストロルム大学の生命倫理学の修士課程に進むことを発表した。同大学に在学中、フェリックスは契約社員として働く予定である。 フェリックスは、ポロや、スキーなどのスポーツのほか、木工も、趣味としている。スポーツ関係のイベントに、対抗家の代表として出席することが多く、ルクセンブルクバスケットボール協会の名誉総裁や、ルクセンブルクパラグライディングサークルのパトロンを務めている。2012年12月12日、ドイツ出身の一般人であるクレア・ラーデマッハートの婚約を発表し、 翌2013年9月に挙式した。2014年6月15日、長女となるアマリア・ガブリエラ・マリア・テレサが誕生した。2016年11月28日、長男・リアムド・リュクサンブールが誕生した。ありがとうございます。